毎週水曜のこの時間は松邸翔野さんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに新年明けましておめでとうございます風水師の松邸翔野でございます昨年もたくさんのお客様にごひいきをいただき誠にありがとうございました 年、改まりまして、日の絵の猿年を迎えました。本年も相変わらずのご愛いことを引き立て、どうか、隅から隅まで、あっ、あった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 、はい、よろしくお願い申し上げます。たったった、 というわけでございまして新年早々中身のない感じたっぷりでございますが今年も2016年日の絵の猿年を予測してみたいと思いますまずはそうですねいきなり国際紛争からいっちゃいましょうか今年の世界のもめ事はどうなるのか日の恵猿年の日の絵というのは 太陽の日を表しますね。で、猿の方はといえば、風水で西の方位を指すんです。要は、日のえ猿年というのは、西の太陽ということになるわけです。太陽の日というのは、芸術と同じで爆発を表します。芸術は爆発だ古いんですが、 その爆発も沈みゆく西の太陽である今年は比較的穏やかに見えるんですね。まあ爆発は爆発ですから国際紛争や衝突は当然起こりうると思いますがたとえ紛争になっても西に太陽が沈んでいくように解決しやすいのかもしれません。しかし猿にはですね 武器や兵器を表すカノエ衝動的な海を表す水の絵というような要素もありますので、南シナ海や尖閣での緊張はさらに高まってもおかしくはないでしょう。加えて言うならば、民間の船舶や飛行機の事故、原子力、核の事故などが起こっても 不思議ではない暦の巡りなんですね。なぜなら「日の絵は爆発だ!」と申しましたが代表的な日の絵の方。日の絵の方というのは暦で日の絵の日に生まれた人のことなんですがその中で際立って目立っている有名人がアドルフ・ヒトラーとキムジョンオンなんですだから少し心配なんですね。 来週は日の絵猿年の景気健康まあ良い産業日の絵猿年の風水などのお話をしてまいりますそれでは本年もどうぞよろしくお願い申し上げます小音亭小野さんでした。ドラゴンゴッドお問い合わせは310-787-1891まで